ダブリンの聖パトリック大聖堂の土地にあるベンジャミン・ギネスの造書代、順段シャクサー・ベンジャミン・リー・ギネスはアイルランドの醸造家であり、慈善家であった人物。アーサー・ギネスの三番目の息子、そして父と同じ名前を持ちギネスの創業者であるアーサー・ギネスの孫としてダブリンで生まれた。彼は若い頃から父の仕事に加わり、1839年には一人で仕切るようになった。 1855年に父が亡くなるまでにはギネスはアイルランドで最も裕福な人物となった。これは輸出が拡大し続けていたことと彼が常に醸造所を大きくし続けていたことの賜物であった。1851年改革された非政府の下でギネスは最初のダブリン市長に選ばれ、また1863年には ダブリンのトリニティ・カレッジより名誉法学博士号を授与された。1867年4月15日には特許権により順断尺となり、加えて同年5月18日には大元によって順断尺となった。彼は家族の手に入る支援者たちの補助金を持っていた。1865年にギネスはダブリン市の保守党の代議士として、 連合王国庶民議員となり、死ぬまでこの議席を確保していた。なお、同時代の保守党のリーダーは、ダービー博、エドワード・スミス・スタンリーである。1860年から1865年のまで、間、ギネスは、自身の出資で、聖パトリック大聖堂の修復を行い、この事業には、当時の金額で15万ポンド以上がかかった。1865年には、 建物が首席司祭と聖堂参事会に変換され、2月24日には、教会としての仕事が再開された。1865年12月31日、ダブリンの市民や聖パトリックの首席司祭と聖堂参事会は、ギネスが都市のために行ったことへの感謝を表すために謝辞を送った。その謝辞は2つであり、後にパリ万国博覧会で展示された。 ジョン・ヘンリー・ホーリーによる像は1875年に大聖堂の南側に建てられた。その寛大さを認められて、ギネスは1867年に順弾尺となった。彼は、教会委員会ダブリン代表の一人であり、シンプソン病院の理事であり、さらに、ダブリン博覧宮殿の副会長であった。彼は爵位を得た翌年にロンドン、パークレームの自宅で亡くなった。 彼は死亡した時点で、聖パトリック大聖堂に隣接する大主教、マーシ公立図書館の修復に携わっていたが、これは息子のアーサーによって完了している。ギネスは、1855年に買い込んだゴールウェイ県アッシュフォード城を中心として、多くの個人資産を用いて、入念に古い遺跡を存続させることによるアイルランド考古学に実際の関心があったと明かしている。 ギネスは1837年2月24日にいとこであるエリザベスギネスと結婚した。エリザベスはダブリンのエドワード・ギネスの3番目の娘で、彼女との間に以下の三男一女を設けた。一家はダブリン県北部のボーモントハウスに住んでいた。 1855年にはアッシュフォード城を1856年には現在ではアイバーハウスと呼ばれるセントスティーブンスグリーン80番地の家を購入し共に再建した。1860年代にアッシュフォード城はウィリアム・ワイルドのコリブコに関する本で描写されている。ギネスの事業は長男アーサーと三男エドワードが共同で継承したが、 父の選挙区から庶民議員となったアーサーは政治に専念したがっていたため、1876年にエドワードがアーサーの権利を買い取り、以降はエドワードの単独事業となった。次男ベンジャミンはイングランドに移り住み、この駅兵連隊の一員として働いた。娘のアンは1863年に第4代、プランケット男爵、ウィリアム・プランケットと結婚した。 ギネスはジェローム山共同墓地の一族の墓に5月27日に埋葬された。1868年8月8日に彼の動産は110万ポンド以下であると断定された。ホーリーによる彼のブロンズ像は1875年9月に大聖堂の南側に建てられ、2006年に修復された。参考ではあるが、聖パトリック大聖堂の少し後に行われた。 クライストチャーチ大聖堂の修復には23万ポンドがかかっており、そちらでは2006年のユーロ換算では2600万ユーロとなっている。ランディー、ダリル、サーベンジャミンリー・ギネス、ファースト BT、thepeerage.com2016 年9月11日閲覧、ワイルドオン、アシュフォード・マンスフィールド2012、P150 から151、 ありがとうございます。